祝二千万回再生突破。ナンバーアンダーライン I INZM バズリ分析。中毒者続出の秘密とは。ナンバーアンダーライン I INZMMV 裏話。メンバーも涙した制作秘話を大公開。ナンバーアンダーライン I の新曲、INZM が公開されてから、わずか一週間で二千万回以上再生されるという驚異的な成果を達成しました。 この驚くべき数字は、彼らの楽曲が多くの人々に受け入れられ、愛されている証拠です。なぜ、INZM はこれほどまでに広がりを見せたのでしょうか。その理由は、楽曲の完成度の高さやメンバーのパフォーマンス力、さらには彼らが築いてきたファンとの強い絆にあります。INZM は、その中毒性のあるメロディーと心に響く歌詞で、多くのリスナーを魅了しています。また ミュージックビデオのビジュアル面でも、メンバーの個性が際立ち、視覚的にも楽しめる作品となっています。ビデオの中でのダンスや表情、カメラワークの巧妙さが視聴者を引き込み、何度も繰り返し見たくなるような魅力を放っています。このような視覚的要素と音楽的要素が見事に融合し、INZM は瞬く間にヒットを記録しました。さらに、楽曲のプロデュースにはメンバー自身が深く関与しており、 彼らのクリエイティビティが存分に発揮されています。ファンは彼らが楽曲を通じて伝えようとしているメッセージや感情に共感し、自然と応援したくなる気持ちになります。このようなファンとの心のつながりが、再生回数の伸びにも大きく寄与しているのです。また、ナンバーアンダーライン愛は常に新しい挑戦を続けてきたグループです。INZM の成功も、その挑戦の一環として捉えることができます。 彼らは単に過去の成功に甘んじるのではなく、常に新しい音楽的方向性を模索し、それを作品として具現化しています。これにより、彼らの音楽は進化し続け、リスナーに常に新鮮な驚きを提供しています。さらに、INZM の成功は、SNS やストリーミングプラットフォームを活用したプロモーションの効果も無視できません。リリース後すぐにファンによるシェアが広がり、 SNS 上で話題となりました。また、楽曲が多くのプレイリストに追加されることで、新たなリスナーにも届きやすくなっています。このように、現代の音楽業界におけるデジタルマーケティングの力も、INZM の成功を後押ししています。しかし、これほどの成功を収めた INZM には、さらなる課題も存在します。それは、次なる作品でこの成功を超えることができるのか。 というプレッシャーですファンは次のリリースに対して高い期待を抱いており、ナンバーアンダーライン愛はその期待に応えるべく、さらなる努力と確信を求められています。彼らが今後どのような方向性を選び、どのようにして自身の音楽を進化させていくのか、それが大きな注目を集めることでしょう。さらに、INZM の成功は日本国内だけでなく、海外でもその影響を広げています。 特にアジア地域を中心に、彼らの楽曲は多くの国で聴かれるようになっており、国境を越えた人気を博しています。このようなグローバルな展開は、今後の活動にも大きな可能性をもたらすでしょう。海外でのライブやコラボレーションなど、新たなチャレンジが彼らを待っているかもしれません。一方で、ナンバーアンダーライン愛の音楽に対する真摯な姿勢は、ファンのみならず業界関係者からも高く評価されています。 彼らは単に売れる楽曲を作るのではなく、自身の信念やメッセージを込めた作品を提供し続けています。この姿勢が多くの人々に感動を与え、支持を得ているのです。このように、INZM の成功は様々な要因が重なり合った結果ですが、根底にあるのはナンバーアンダーライン愛の音楽に対する情熱と、ファンとの強い絆です。この成功を一過性のものにすることなく、 彼らはさらに高みを目指し、新たな挑戦を続けていくことでしょう。今後、ナンバーアンダーライン愛がどのように進化し続けるのか、そして、INZM に続く新たなヒット作が生まれるのか、それに注目が集まります。彼らの音楽は、これからも多くの人々に感動を与え、心に響く作品を届け続けることでしょう。そして、私たちファンは、その歩みを見守り、 応援しし続けることでしょう INZM が2000万回再生を突破したことは、音楽業界において非常に重要なマイルストーンとなっています。この快挙は、ファンや業界関係者にとっても大きな喜びであり、彼らが持つ情熱や支援の証でもあります。しかし、INZM がここまでの成功を収めるに至った背景には、どのような要因が働いていたのでしょうか。そして、 今後の展望についてどのような考察が可能なのでしょうか。まず、INZM が2000万回再生を達成した理由の一つに、その楽曲の中毒性と独自性があります。楽曲は一度聴くと頭から離れないメロディーと、心に響く歌詞が特徴であり、これは現代の音楽消費者が求めるものと見事に一致しています。特に、SNS やストリーミングサービスを通じて広がる音楽の拡散力は、 楽曲の再生回数を大幅に増加させる要因となりました、また、INZM は視覚的なインパクトも強く、ミュージックビデオはそのビジュアルが視聴者を引きつけ、繰り返し視聴したくなるような要素が盛り込まれています。ビジュアルの美しさと楽曲の力強さが融合することで、一度見たら忘れられない印象を与えることができました。次に、INZM の成功には、ファンのコミュニティの強さも大きく影響しています。 ファンたちは SNS を通じて楽曲をシェアし、コメントを投稿し、再生回数を増やすために積極的に活動してきました。特に、日本のファン文化は非常に独特で、彼らはアーティストの成功を自分たちの成功と感じる傾向があります。彼らの熱心な応援が INZM の再生回数を伸ばす原動力となったのです。また、ファン同士の連帯感や共通の目標が、彼らをさらに結束させ、 楽曲をよりり広く普及させる要因となりましたこのようなファンの力は、デジタル時代においてアーティストの成功に不可欠な要素であり、INZM の場合も例外ではありません。しかし、ここで重要なのは、2000万回再生という数字が一つの目標ではなく、次のステップへの出発点であるということです。再生回数が増えることはもちろん重要ですが、アーティストとしての進化や成長を続けることが、 長期的な成功につながりますこれからの課題は、この成功をいかにして維持し、さらに次のレベルに引き上げるかという点にあります。具体的には、INZM の楽曲が持つメッセージやスタイルをどのように進化させていくかが問われるでしょう。音楽業界は常に変化し続けており、アーティストはその波に乗りながらも自分たちのアイデンティティを守り続ける必要があります。さらに、 INZM の成功は日本国内だけでなく、国際的にも注目されています。これからの挑戦の一つは、国内市場にとどまらず、グローバルな音楽市場での地位を確立することです。日本の音楽は、アニメやゲーム音楽を通じて海外でも人気を博していますが、一般的なポップミュージックが国際的に成功するのはまだ限られたケースです。しかし、INZM はその可能性を秘めています。 楽曲の普遍的なテーマや中毒性のあるメロディーは、言語の壁を越えて人々に響く力があります。そのため、海外市場に向けた戦略的なプロモーションやコラボレーションが、今後の展望として考えられるでしょう。また、INZM の成功を受けて、今後の音楽業界におけるトレンドや影響についても考察する必要があります。INZM のような楽曲が2000万回再生を達成したという事実は、 今後の音楽制作やプロモーションにおいても重要な指針となるでしょう。特に、デジタルプラットフォームを活用したマーケティング戦略や、ファンとのインタラクションを重視した活動が求められるようになるでしょう。また、アーティストは一貫性を持ちながらも、新しい挑戦や革新を恐れずに行動することが求められます。INZM の成功は、そのようなアーティストにとっての一つのロールモデルとなるかもしれません。さらに、 INZM の成功は、他のアーティストや業界関係者にも大きな影響を与えるでしょう。彼らはこの成功を分析し、自分たちの戦略にどのように応用できるかを考えることでしょう。音楽業界は競争が激しい世界ですが、その中で成功を収めるためには、常に学び、進化し続けることが必要です。INZM の成功は、他のアーティストにとっても刺激となり、 新たなクリエイティブなアイデアやアプローチを生み出すきっかけとなるでしょう。INZM の成功は、単なる一家制の現象ではなく、音楽業界全体に波及する影響を持っています。この成功を足がかりに、さらなる高みを目指すことが求められます。そのためには、アーティスト自身が自分たちのビジョンを持ち続け、ファンとの絆を深めながら、常に新しい挑戦を続けることが必要です。 2000万回再生といいう快挙は、そのの第一歩に過ぎないのです。今後の展開に期待が高まりますがそれは INZM だけでなく音楽業界全体の未来を見据えた新たな挑戦への出発点でもあります。